こんにちは。では自宅でできるアブローラー、膝コロでどう腹筋に効かせるかっていうのをやってみたいと思います。膝の下にはクッションか緩衝材を置いてください。では行きます。まずまっすぐ前に伸びます。戻ります。戻ったところで腕と床が90度になったところで、ローラーだけを上半身の力だけで戻します。この時腹筋に負荷がかかるので、収縮力がかかるので、この最後の一戻し、これを意識してください。ではもう一回いきます。伸ばして、戻る。ここからぐっと戻ります。ではもう一回、これを大体10回3セットやればいいかと思います。どうでしょう。皆さんできそうですか？自粛頑張りましょう。